まあ、ここはちょっと眺めがですね、菊六盆地の眺めがいいからここでちょっと泊まりました。菊六盆地というのは、六っていうのは鹿、家紋との家ですけど、まあ、菊花盆地とも読めますけど、ここは菊六盆地、菊花盆地と書いて菊六盆地と言ってます。で、一番その高い山が八方ヶ岳、福岡県黒木と接しとる山です。そして、右の方に、山がこう来て、左の方からこう来て、あそこで重なってますけど、あれが菊花に、菊花から八女に抜ける道です。そしてその台地の上にちょっと色の黒い青じゃなくて緑がかった山が日の丘山といって、まあ与那原長者があそこの上で火を燃やして一日田植えといって、とにかく田植えを一日で済ますのが自慢だったけど、ある年はとうとう一日で終わらんだったから、あの日の丘山にこの油を撒いて火をつけて、その明かりで田植えを一日で終わったという伝説があります。そしてこの右側の白いなんか豚舎かなんかありますけど、あそこの台地の上に古代山城菊池城があります。本当は菊池城ですけどね、まあ県は菊池城と呼んでますけど、菊池城があります。そしてこの盆地が菊花盆地と書いて菊六盆地、その真ん中を、そこの竹やぶの下を菊池川が流れてます。で、ここはですね、まあ地層が見える場所でですね、まあ歩いて通ると上の方からですね、ずっと見てくると一番上はですね、砂利層があります。砂利、河原の砂利層ですね、まあ 1,2 メートルの厚さの砂利層があります。まあそれはこの菊六盆地がこんなに低くなくて、もっと高くて、この上の花房台地と同じ高さであった頃の堆積物です。だんだんここの菊六盆地は沈下してるんです。沈んでます。はい。で、4万年の間にこれだけ沈下してます。40メートル沈下してるんですね、4万年でですね。だから10年でまあ1センチぐらいずつ沈下していってるんですね。あ、この前の地震の時もですね、この台地の線と平行に、あの竹山沿いにずっと2キロにわたってきれいにひびが入りました。まあこのくらい開いたひびですからね、私も竹の棒を差し込んでみました。こんな竹の棒1本スポッと入りました。もう地下にはもうひびが出来とるんですよね、この前3年前の地震で。今度地震があるとゴクッと下がります。また下がる、ね。まあ、そういう沈下地域であるということで、まあここは先ほどあの立岩辰巳命と吉田宮司の神社八幡宮、久米八幡宮の最初の神さんのおられた頃はまだ水があったんですね。あの立岩辰巳命はよくあちこち蹴破られてですね、あそこの立野のところも蹴破って阿蘇の水を抜かれましたけど、ここもそこの山鹿の下の四時期というところの岩を蹴破って水を、菊池川の水を玉名に流してあります。それまではここの盆地の水は熊本市の方に、坪井川の方に流れてました。まあそれは私は地学が専門で地層が専門ですので、まあこういうところの地層を見て回ってですね、こんな上の方にもってなんで砂利層があるんだろうという疑問から、発展して調べていきました、でまあこれ、はいわゆるこの盆地をですね、反対側向こうからこっちの台地を見た図ですね。この
綺麗に水平になってます。うん、これは 湖の中で、まあ、琵琶湖までは行きませんけど、琵琶湖のような湖の中でできたこの水平の地層ですね。ここぐらいですね。これからこっちを今見てるわけですね。うん、でももうすぐ福岡県ですから、八方ヶ岳の向こうに福岡県のあのこう山が降りて左にずっと降りていって、そして日の丘峠、山がありますけど、その際に2つ拳の握り飯場を置いたような山、あれはもう黒木の山です。 あそこはもう福岡県ですね。ですね、菊水院がこう、そうですね、でこの山側のところを通ってきて、はい、で七条に入った、うん、ですね。まあ、あの点々を置いていますのは、これは稲作の最初の稲作が伝わったところで置いてます。でこの平野の広いところではないですね。ちょっと山間部のちょろっとした水のあるところで稲作は始まっているようですね。まあこれはあのここの一番水があった頃のこの水の範囲で、モガの裏っていうてですね、こう赤い点々は縄文の遺跡です。だからこの中には縄文遺跡はないわけです、ね、一番この住みやす今住みやすいところには縄文遺跡は全くない。なんで水があったから住めなかったんですね。でだんだん住めるようになってですね、この最初に住み始めたところには古賀っていう地名がついてます。上古賀、広瀬古賀、新古賀、南古賀、北古賀、これ標高が全部37メートルで均一。これは水が37メートルのくらいまで引いた時に、毎日台地の上から降りていってその稲作ったりするの大変だから、もうその下の方に持って、まあ仮住まいのようにして、その水を仮住まいのようなところを作ったのが始まりだと思います。で古賀っていうのは新村っていう意味ですよね。だから必ず元の大きな 村があるわけですね。そして稲作っていうのは今から何年前ですか？これは弥生の初めですね。で、七条町の真ん中ぐらいまでこの水があった時代があってですね、これ、標高37メートルライン、標高37メートルラインで、ここにはですね、水島とか戸田の島とか高島とか内島とか平島とか船島とか田島とかですね、島地名がついてるんですよね、標高37メートルラインにはですね。ということは水が標高37メートルのとこまで引いた、この人々が今度はここも十日県まだこっち近くまで住み着いたと。まだその頃は島だったから島地名が今も残っているというようなところですね。で、これは四時期の台地というて、一番こう行って一番左端の杉の向こうぐらいになりますけどね、これ山鹿の、これ山鹿市ですね。この四時期の台地、ここを立岩辰巳ことが蹴破って、で水を流して、それまではここ塞がって、でそれまではこの水は台地の上を通って、ここを通って熊本市の方に流れる。だんだん、最初はここから水が漏れ始めてですね、この、ここは標高が37メートルと、ここはですね、そこを通って流れて、こう少しは抜け寄ったんだけど、ここの吉田川っていう、ここに川がありますけど、この吉田川断層によってこのこっちゃん水が抜け始めたわけですね。だからこの酒田っていうところに、酒田っていうところにですね、立岩辰巳ことの神社がありますけど、立岩辰巳ことがここを蹴破ったと言われてるけど、私は吉田川断層のところをちょっとここにひびが入ったので、立岩辰巳ことがその石を避けてどっと水を流したではないかというふうに思ってます。まあ、ちょっとあんまり時間取るといけませんので、ね、これ見せるだけですね。これ、
ここが大丈夫です。突端、菊花の方に抜ける手前のあとか桜の山上に桜がずっとありますですね。桜があれがウテナ大地の突端これですね。今おりますのは菊花寺、この辺この辺ですね。でこれもちょっと先に行きますと小野崎遺跡で弥生の大集落が弥生土器がコンテナ2000箱ぐらい出ました。はい、でその土器がウテナにも出るし山が加藤田東丸にも出るし足がそこに足がついてるんですね。脚台付き土器中で同じ土器が出るという特徴があって福岡県はそういうのあまり出ません。でこれはこの菊池川流域の特徴で私はこれを国国の証であるあの品物だと言ってるんですね。まあこういう河川もそのウテナの遺跡からここウテナ遺跡から河川も出ました。ここから出たんですね。私の叔父がそこにしたの私のふるさとはそこ永田というとこ広瀬古賀ですけど叔父があの河川を見つけてですねこれ日本で5枚目の河川だったので東大から調査に来ました。滝川調査団というのが来てですね私が中学校1年の時に調査に来て私も滝川調査団の発掘をずっと10日ばかり見ておりました。きれいなあの弥生の住居跡が出てですね丸くあって柱穴が周りにこう5つばかり立っとってですねで亀がきれいに弥生の亀が並んで立っておりました。で、そこ河川の出たところだからその土器の中に河川が入っちゃおらんかと期待しましたけど全部東大に持っていかれましたのでね報告がないから分からんですね。まあ、あの九州はこういうふうに真っ二つに動いてます。昔はこういう海だったんですここは海だったんですここですここが海だったんです。それがあの阿蘇山なんかが噴火してつないでしもたんですね。九十とか阿蘇が噴火してですねしかし今もこう開きおるからですねまたこぎゃになるんですね。まあ、こんなあのウテナの大地からこの弥生土器が出ましたけどそれに米粒がついてたんです。それはあの専門家が調査されてこれは中国渡来の米であるという証拠を出されています。ヨスコ流域から来た米粒がこのそこのウテナ大地の あの桜のあるところの上の大地の土器から出てますね。まああの神社のこう系列なんかこれは調べた図ですけどですね、吉田宮司なんかのこの八幡神社っていうのは、ここが久米ですね。この辺が久米ですね。はい、なんでここの吉田宮司のところの神社はここ入れてないんですね。吉田八幡神社6番あらなんでだろう。久米八幡神社あるね14番あやっぱりちゃんと書いておりましたすいません先ほどのあの最上の裏の跡っていうのはここを見よったんですねね、こっちの方が規模が大きいですね。であの八幡宮はしかしですね四日ところばっかり占領してるんですよ。平野の淵のですね一番四日ところばっかりこれは後から支配したんですね八幡さんはですね。その前の神社はこういう、まあ、あの大山積みとか大山杭の神社日吉系の神社が最初に心当たりはこの入ってきているようです。だいたい標高の高いところにずっとあります日吉系の神社ですね。すると渡積神社がこう平野の中に5つもあるというのは非常に珍しい。
綿積神社っていうのは大体海岸にあります。しかしここはこの綿積神社が5つもある。なぜか、もっと最上の裏でやっぱ海のような状況があったからだろうと思います。これはこの台地の上の、くくち城ですね。まあ、こういうくくち城から仏像が出てますね。からですね、こういうやっぱこう船に馬を乗せてるんですね。やっぱ馬を外国から運んできた証拠ですね。こう弁慶側の古墳の壁画です。それからこういうこの秩父山古墳、こういう大王のですね、これは菊池もあちらこちらのこう神社の山の上の神社によくこれが載ってます。これは秩父山古墳の中のあれですけど、これは重要な神さんだと思いますね。から、加藤田東丸遺跡から出たこれは釣り針です。大きいですよ。ほやん大きいですよ。だからハエとか船釣りじゃない。大きな釣ったんだろうと思います。弥生時代の遺跡からこういう釣り針が出るというのはですね、これは海幸、山幸が争うって牛の歌釣り針ですと私は言いたいです、ね。時代はその頃の話です。これ加藤田、これは小野崎遺跡から出た小野崎幸、三つのうちの一つですね。この福岡県と熊本県の境がこう、先ほど阿蘇から菊池の平野までこう境がありますけどですね、この熊本県側に出る特徴はこの足のついた土器です。脚台付き土器、これが特徴です。福岡県の方には弥生の土器は下は丸く尖ってます。この熊本県の方はこの足がついた土器が出ます。これが船国の特徴ですと私は言いたいですね。からもうちょっと南になりますと、こういう免田式土器といって、熊川とか鹿児島にはこういう土器が多いです。これです。脚台付き、足がついてる。延べた土器と言ってますけどね。野原でも料理ができるんです。まあ駆動があって、駆動の上に乗せるのはこういうのですね。こういうのが駆動の上に、石の上に乗せて料理する。これはそのまま焚き物箱を横に添えて燃やせばできるわけ。脚台付き土器と言ってますね。これがこの粉国の範囲の特徴です。で、菊池氏は今はこう並び鷹の葉の羽を2枚並べた印ですけど、元はですね、これ冷やし門、8本の冷やし門です。8本、今天皇陛下の門はこれが何本ですかね。16枚、これ8枚ですね。で、これがこの有明海に入ってきた豪族の門です。まあ、全部ですけどね、日の国の門、これ島原に、菊池氏の一番最後の当主は島原に逃げましたけど、島原の高岸もこの門です。それから初期の草野氏、これは佐賀ですかね、草野氏の門もこれ、肥前の龍造氏の門もこれ、木村氏の門もこれ、とにかく九州の古代豪族の門はこれです。だから有明海周辺に入ってきた族はみんなこれで同一種族だったと思います。それは祝いの系統だと思いますね。ここの上に菊池川で最上流のこの石陣があります。まあ、そこを通ってこようと思ったけども、時間がかかるからと思ってずっと来ました。で、この菊池の神社の木の特徴ですね。木の特徴、なぎの木、なぎの木、この実を食べたらですね、かーも苦い苦い、1週間ぐらい口が苦くて物が食えなかった。なぎって言ってですね、これは航海安全を祈る木、海のなぎを祈る木です。だから、熊野神社系、
この北部の熊本県北部にはこの木がよく植わってます。福岡もあります。はい。自分はい。それから特徴なのはこの飛びかずら、アイラの飛びかずら。これも揚子江流域からこの伝わってきた木。かずらが船を結んだりする道具にいいらしいですね。それから、チャンチンモドキ、チャンチンだからやっぱり中国の木ですよね。チャンチンモドキというのを、これは菊池高校の玄関にある木ですけど、古い神社にはよくこれがまだこんなに大きくないけどあります。チャンチンモドキといって中国渡来の木だと言われています。まあ最後に、ここのですね、この地層はこれは、平成29年の地層ですけど、この日本でですね、チバニアンという地層が見つかってですね、世界の地層のこの一つの指標になりました。チバで見つかった。しかしここにもあります。よく磁石がですね、この南北が逆転してます。ここの辺りのですね、この地層の地震は逆転している。チバニアン、ここの気候寺にもあります。終わりです。ありがとうございました。すごいな。で今からですね、そのここはちょっとあの車の方はすいませんけど車で来てもらって、歩く方はずっと歩いてそこの曲がり角まで地層をちょっと説明します。これは何か意味があるんですか？これはですね、横穴墓ですね。横穴古墳ですね。で本当は奥まで深くあったと思いますけど、道路を作るために削って、これ横穴墓がですね、ここに横穴墓があったというかすかな証拠しか残ってます。これ横穴墓の名残です。横穴墓でですね、あ、いや道を作ったからこっちまで続いとったけど横穴を削ってしもたんです。あ、そうですそうです。そしてでこれは阿蘇の4回目の噴火物です。これは軽石がいっぱい入ってますね。これは阿蘇が4回噴火してますけど、その4回目の噴火物で、その4回目の噴火物はこういう横穴棒を作るのに非常に掘りやすいもんだから、阿蘇の4回目の噴火物にはだいたいこういう横穴棒があります。でその阿蘇の4回目の噴火物の上を見てください。砂場の砂と同じ砂です。本当だ。この阿蘇の4回目の噴火の後どういうことが起こったかというと、水の中に浸かったということです。その水のどういう水だったかというと、川じゃないです。川なら石ころ、丸い石ころが混じります。全部きれいな砂場のような砂ということは、湖の水の流れが緩やかで流れてなかったということです。湖だったということです。だからああいう流れのないところで堆積する砂が堆積している。でずっと上に行きますとですね、今度は石ころの入った、この丸い石ころの入った層になります。その頃は水の流れが出てきて、いわゆるここの上まであった水がバーッと動き始めたから、こういう丸い砂利層が出てきているわけです。で阿蘇の4回目の噴火の後はしばらくは水の中にあって、あ、水がよどんでいた証拠です。こういうふうにこの横穴墓がずっとこの土手には向こうまであります。で、この横穴墓はこの6本指の石人が、前方後円墳が上にありますけど、その家来の人たちのお墓です。家来の家族のお墓で、まああの、ここの台地の上には、このここは木古寺という集落ですけど、この木古寺という集落の上には8つの古墳があります。前方後円墳もあります、円墳もあります。8つある。だからこの木古寺にはかなり有力な族が
やってきて住んだんだと。それはこの一番ここに住んで平野の水田を開くには場所がいいんですね。だからこう8つも古墳がこう作れるほどの豪族がここには住んだということですね。まあここの一番先の前方後円墳は私が発見した、はい、最後の8つ目の前方後円墳を私が発見しました。もう今日は藪の中いかにゃんけん時間がないから行きませんけどね。どうやって探したの？あ、でも私はこう山の中ばあのうろうろするのが趣味でしょ。なんかその時、これどうも地形が前方後円墳じゃないかなと思って教育委員会呼んで調査をしてもらいました。測量をしてもらいました。やっぱりこれは前方後円墳だという確定を受けましたので、ここ木工寺の8番目の古墳を発見した。あれも横穴墓の一つです。こう横穴墓を遺骨も作ってですね、本当は綺麗だったんでしょう。この水を作ったもんだから削ってしもたんです。今度はですね、地層がですね、今まではほら軽石の層だったでしょ。それが変わります。この辺から変わってる。下は粘土質の地層に変わってます。ここでご覧になるとよくわかります。このここまではさっき見た軽石の層で、ここから下は粘土質の層に変わってます。綺麗な境目が見えます。はい、これはここばかりじゃないです。この菊池の菊六平野の全てにあります。これがこういう境がですね、この境のこの砂鉄の固まったのを、これをリモナイトと言います。リモナイト、鉄を作る原料にもなります。で下の方はですね、阿蘇の噴火じゃありません。これはこの粘土質のは雲仙の噴火物です。雲仙だけが噴火した、雲仙だけの噴火の後に阿蘇の噴火があってるっていうことです。これがリモナイトですか？この境にちょっと鉄錆が固まったの、これがリモナイトです。でこれはこの平野を延々とこれは貫いてますからね。こういうふうにこの雲仙の火山灰と阿蘇の火山灰とがここでこう接している、まあ非常にここを菊池平野しか見られませんね、これは。で、あの阿蘇の4回目の噴火がずっとありますね。軽石の層でしょ、そしてずっと上に行くとあそこら辺にもって砂の層になるでしょ、あれが阿蘇の4回目の噴火の後、ここが水浸しになってよどんで水が溜まっていたから、あんな砂の層が堆積したということですね。このリモナイトの境があそこにも見えます。下が赤土、上が黒っぽい層でしょ。あその4回目の噴火物、あそこの根が張ってるところぐらいにも境が見えますね。だから地層を見るときは一箇所なんかそういう特徴を見つけたら、同じ特徴のあるところがどこどこにあるかを探すんです。そうすると連続してつながっていきます。あれも横穴墓ですね。だからここには横穴墓がいっぱいあったということです。ということはここの上には有力な豪族の墓があるということですね。それが六本指の石人を持っている古墳です。この上にあるのがですね、これは家来の墓です。これ全部横穴墓は。六本指というのは、あのですね、その石人のが立ってますけど、その手を見ると指が6本あるんです。なんで？だから掘り損ないでしょうかね。じゃあ、はい、はい、はい、
なすいません、また車に分乗してもらって、はい、今度は宇手名大地、はい、この景色を逆から見ます、向こうから。